こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日は5月の12日ですか。昨日まで緊急事態宣言ですか。昨日までだったんですけどね、今月いっぱいまでまた伸びたわけですけど。でもあれだね、今日からね、ぼちぼち開いてる店があるよね。昨日まではね閉まってたんだけど、まあでもね、やっぱり状況が決していい状況じゃないんで、引き続き心しながら、生活していきたいと思っております。ずっとね、やっぱりこう会社をね、まあレコード会社とマネジメントなんですけれども、それからもう一つはね、こう箱根の旅館と、また箱根でレコードも、レコード発売もしてるんですけれども、やっぱりこの会社をね、やっぱり切り盛りするっていうのはなかなか大変でございますよ。ましてね、こうクリエイティブな人っていうのは、まあ私がクリエイティブかどうかは別としてですね、やっぱりこう詩を書いたり曲を書いたりね、アレンジをしたり、いろんなことをね、そういうクリエイティブな仕事をしてる人っていうのは、どっちかっていうとね、お金の感情はまあ総じて苦手だよね。やっぱりね、こう何が何でもこれをやりたい、これをやるためにはね、やっぱりね、このくらいのお金はしょうがないな。でやっぱりそのお金をかけてやると、いやーなかなかね、まだ十分にね、こう仕上がんないから、今ちょっと工夫したいからっつってね、またそれにまたプラスして、どん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 こうなんかね、こう追求していくっていう、まあそれはそれでね、決して私は悪いことではないと思うんですけれども、やっぱりこのね、非常にまあ例えばね、こうやってる仕事が、まあ、ヒット曲を出すとか、それから、スターを作るとか、まあね、そういう極端に言うとそういう仕事をやってるわけですけれども、やっぱりね、そういうこう不確実な仕事であればあるほどね、やっぱりこう何て言うんですかね、こう会社運営という、どのくらいの収入があって、どのくらいの原価がね必要で、どれからどのくらいの経費がどうなってという、やっぱりその絶えずね、そういうこうまあ、お金のですね、この感覚ですね、これをやっぱりこう十分に認識しながらね、やっぱりやっていかないと、ね、1年2年で終わるわけじゃいきませんので、長続きはしないですね。でまあもともとね、私もね、営業の仕事ずっと、まあ、ソニーの時もそうだし、ソニー入る前も結構ね営業の仕事やってたりしたから、こういう営業的な仕事、それからねこうプロデュースもやってきたんで、プロデュースのね仕事も、まあ、結構、まあ、どっちかというと、ね、好きな方なんだけども、やっぱりその、まあ、会社経営となるとね、やっぱり全部ねこう切り盛りしなくちゃなんないからね、これやっぱりまあ会社が大きいちっちゃいは別にしてね、やっぱり基本は一緒だからね、だから絶えずね、そういうこう、まあね、こう具体的な話になっちゃうけど、まあね、今月の売上がどうなるのか、それから来月はどうなるのか、また今コロナの状況だからね、やっぱり非常にこう状況がね、もうイレギュラーになってきちゃっているわけですけれども、このイレギュラーだからっつってね、仕方ないねってわけにいかないから、まあいろいろとね、その辺はこうさらにこう知恵を絞りながら、やってるわけですけれども、まあそんなことでね、結構この、まあ、数字にはなんかこう関心がね、このところ非常に強くなってきましたね。やっぱりこう数字にね、こう興味を持つっていうのかな、これはこれでね、なかなかこの何ていうの、この決算書なんかもね、全部貸借対照表とかね、損益計算書とかね、それから原価がどうなるとか、勘定科目がどうなるとかね、総勘定元値がどうなるとかっていう、そういうこともね、まあなかなか面白いね。
今更面白いとかね、言っても始まんないんだけど、やっぱり今まではどっちかっていうとね、ひたすらね、こうヒット曲を出したい、スターを作りたい、そのためにまあ少々ね、お金が出てってもしょうがないっていうね、そういうね、考えでひたすら来たんだけども、まあね、1年前からこのね、その誰も想像しないこのコロナっていう、ね、こうどうにもなんない一つのね、状況になってきちゃって、そうするとね、やっぱりその考え方を変えざるを得ないよね。だからもうもちろんね、ビジネス的にどういうふうに工夫するかっていう、そういう変え方もね、変え方も工夫することも大事だけど、あとはやっぱりこのね、会社をどうやってこういう状況の中でね、運営するかっていうことになると、おのずとね、いわゆるこの決算書の分析ですね。まあでも面白いね。やっぱり知れば知るほど、そっか、こういうふうに使ったやつがこういう科目になって、こういうところにね、計上されていくんだっていうね。やっぱりそういうね、このまあ経理の仕組みっていうのか、この財務の仕組みっていうのか、やっぱりこれはね、会社をね、まあ経営してる以上はね、まあ担当者に任せたらいいんじゃないかっていうわけにいかないね。まあ細かいところはね、それはそれでいいんだけど、やっぱり基本的なね、このやっぱり何て言うんですかね、このもろもろ、経理的なそういう決算上のですね、仕組みがどうなってるかっていうことは、まあとっても大事だなっていうふうにつくづくね、このところ感じているわけでございますけれども、それとそう感じてるだけじゃなくてね、面白いね、これは数字は。まあね、プロデュースするのもね、これも面白いけどね、数字も面白いね。やっぱりね、こう面白くなってくればね、まあ会社はより健全になっていくんじゃないですかね。まあなんとか皆さんのお力添えを、いただきながら、まあ、あと一頑張り二頑張りしていきたいなと思ってますので、一つ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。